マイネルツハーゲンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキシャー郡に属す市で、ある。この町は、ザウアーラント西部に位置している。地域開発プランでこの町は、中心集落としての重要性を有する、中級中心都市と位置づけられている。本市は、金属加工業の長い伝統を特徴とするが、観光業にも力を入れている。 マイネルツハーゲンは、メルキシャー郡南部、ザウアーラント西部に位置している。ここから、北西方向に伸びるホルメタールの起点である。東側には、エッペ山地が伸びている。西の市境は、ベルギシェスラントに接している。重要な交通路は、マイネルツハーゲンインターチェンジを有するアウトバーン A45 号線と、連邦道 B54 号線である。街の南東端。 海抜480メートルの地点からフォルメ川が湧き出している。この川は北に向かって49.8キロメートル流れ、ハーゲン市内の海抜91メートル地点で、ルール川に合流する。フォルメ川の水源から遠くない場所でアウガー川が湧き出している。この川は南に向かって流れ、ジークブルク近郊でジーク川に注ぐ。その支流のヘスミッケ川も、 本市を流れている。地域の北部では、レネ川支流のフェルゼ川が流出する。他にもビッケ湖に注ぐリスター川やイーネ、川が流れている。西の市境のわずかに外側のマリエンハイデのベルリングハウゼン地区からは、ビッパー川が湧いている。この川は、下流では、ブッパー川と呼ばれる。地域の最高地点は、 バルベルト近郊ノルトヘレ近くの652メートルの地点である。ノルトヘレはメルキシャー郡の最高峰である。最低地点はニーダーバーディングハウゼンの313メートル地点である。多くの河川やダムがマイネルツハーゲン市内及び周辺に数多くの保護水域を形成している。ここでは飲料水が採取され主にルール地方で利用されている。川や 赤戸めこはハイカーや水浴客の目的地ともなっている。マイネルズハーゲンに隣接する市町村は南から時計回りに以下の通りである。ドロルスハーゲン、グンマースバッハマリーエンハイデ、キールスペ、リューデンシャイト、ヘルシャイト、アッテンドルーン。地境からわずか数キロメートルの距離にオルペ、ベルクのイシュタット、プレッテンベルクが位置している。 マイネルツハーゲン内市街市街地は本市の地域のごくわずかな部分である。地域の他の部分は主に農林業に利用されており、田舎の性格を残している。マイネルツハーゲンの人口の約4個が中核市区に住んでいる。残りの部分は数多くの村落や集落で形成されている。伝承によれば、マイネルツハーゲンという地名は、 印象氏のマインハールドゥスに由来するとされているが、証明されていない。最初の文献記録は1067年で、おそらく村が形成されてから100年ほど後であると推測されている。この文書には、ケルン大使教案の二世が、西下をク修道院教会にマイネルツハーゲンの10分の1税から、ケルン通貨で5ポンドを毎年寄進したと記されている。 1174年の別の文書では、ベルクハク・エンゲルベルト一世がマイネルズハーゲン教会区の10分の一税の徴収を引き継いだことが記録されている。1220年頃、後期ロマネスク様式三老式の二階席を持つバシリカ教会がライン様式で建設された。マイネルズハーゲンはマリアの巡礼地となった。この村はこの頃、 8世紀からケルンとカッセルとを結び、さらにライプツヒに至る重要なハイデン街道沿いに、あった。マイネルツハーゲンは、バルデンブルク城及び、ドロルスハーゲンと共に1248年1月20日に、2000マルクでメヒチルドホンザインからケルン、大主教コンラートホォン方法師単連に売却された。マルクハクエンゲルベルト2世は、マイネルツハーゲンをめぐる、 工場的な地域紛争から1311年に象徴的行為として大司教ハインリヒ2世が混流した十字架を倒した。1440年頃から1460年にかけてマルクハク・アドルフとゲルハルトの兄弟の不和のため何度も所有者を変えた。1567年、フリードリヒボイルハウス、ゴットフリート・ツンマー。 クリストフ・ベヒにより宗教改革が行われた。魔女狩りはベスト・ファーレン綱領に比べ少なかった。ペストと30年戦争により、1634年に多くの犠牲者が出た。1640年、デンマーク王クリスチャン四世の王子にあたる、クリスチャン・ウルリク・ギルデン・レーベが、オランダ軍との戦闘により、マイネルツ・ハーゲンで命を落とした。1765年、 プロイセンをフリードリヒ2世がマイネルツハーゲンに都市圏を授けた。1846年にはマイネルツハーゲンとバルベルトの共同行政体アムドマイネルツハーゲンが成立した。マイネルツハーゲンは1865年に都市圏を再び剥奪された。1797年、1894年、1913年にそれぞれ大化が起こり、 いずれの場合も町の大部分が消失した。18世紀後半から19世紀前半にザウアーラントのメルキッシャー部分は初期工業発展の重要な中心地となった。イーザーローン流電社イトアルテナ地域は当時世界最大の工業中心地であった。文化闘争の結果ケルン選定工業の候補ザウアーラントではカトリック志向の中央党が 国家社会主義の時代に至るまで階級を超えて勢力を持っていたのに対してメルキッシャー・ザ・ウアーラントでは早くから社会主義労働運動が発展した。早くも1848年、1849年のヨーロッパ全土を巻き込んだ市民、イコール労働者革命において1849年のイーザーローン放棄を弱気した。19世紀後半の労働運動の発展は マイネルツハーゲンにも影響を及ぼした。1892年のベルギッシュメルキッシシェ鉄道の完成は工業発展を助長した。賃金で生計を立てる工業労働者は特にマイネルツハーゲンの金属製品製造業者ザッセンベルク・ウント・ CEO で働いた。この会社は1910年から現在まで夫をフックスベルケとして存続している。 1918年の11月革命では、キール軍港の水兵放棄及びドイツ発の老兵、レーテ結成のおよそ1週間後、1918年11月12日に、マイネルズハーゲンでは、ユスプドとスピードの労働者が流電シャイタの兵士レーテの支援を受け、カイザーザールで集会を行った。バイマル共和制の時代にザウアーラントのプロテスタント地域では、 ファシズム運動も起こっていた。周辺都市では早くから NSTP の地域グループが形成された。例えば、1921年、1923年にメンデン、1923年にリューデンシャイト、1926年、プレッテンベルク及びハルバー、さらにヘルシャイトやベールドールでも同じ頃に発足している。マイネルツハーゲンでは、 プレッテンベルクの NSTP の支援を受けて、NS 組織が形成された。プレッテンベルクの NSTP 地域グループは1920年代末に、ハインリヒヒムラー、反ユダヤ主義聖職者で NSTP スポークスマンの、ルートビヒミュンヒマイヤー、後に、内務大臣を務めるビルヘルムフリックを講演に招き、マイネルツハーゲンにも、同様の組織を形成しようとした。しかし、当時、 マイネルツハーゲン及びそのアムトが属していたアルテナ軍での金属加工産業の重要性を背景に世界恐慌が起こるまではスピードやその後 KPD といったマルクス主義政党が勢力を有していた。とりわけ1928年以降は初めからさほど重要性のなかった右翼保守系の DNVP、サハリベラルの DDP、 階級超越的カトリック系の中央党が衰退した。世界恐慌が始まって以後、1930年のドイツ国会議員選挙では、アルテナ軍における NSTP の得票数は前回の933票から1956票と10倍になった。これにより NSTP は有効投票数の22.1%を獲得した。とはいえ、 NSTP の主たる対抗勢力である労働者政党のスピードと KPD はそれぞれ27.4%及び12.1%と合計すれば依然2倍の票を獲得していた。1932年7月31日の国会議員選挙で NSTP は40.7%の票を獲得してアルテナ軍で初めて最大視力となった。この得票率は ドイツ平均よりも3.4%高い数値であった。スピードは21.8%、KPD は15.2%であった。アドルフ・ヒトラーによる権力掌握前最後の1932年11月6日の国会選挙では NSTP の得票率は36.7%、スピードと KPD はそれぞれ19.3%と19.1%。 パーセントであった。ヒトラーの権力掌握後に行われた最後の自由選挙となった1933年3月の国会議員選挙では NSTP は46.6%の票を獲得しスピードの19.7%を大きく引き離した。正式なり候補が禁止されていた KPD は11.6%であった。 アルテナ軍での NSTP の得票率は平均以上、スピードと KPD は平均以下であった。権力掌握直後からマイネルツハーゲンでも共産主義あるいは社会民主主義の立場をとり国家社会主義に反対する者に対して抑圧が始まった。1935年春から現在のメルキッシャー軍全域で共産主義者の集団逮捕がなされ、6月には マイネルズ・ハーゲミや、キールスペにも及んだ。彼らが、ゲシタポの中央監獄であるドルトムントのシュタインバッフェに連行されたことで、ドルトムントのゲシタポ司令部も、非合法の KPD 組織指導者であるヘルマン・ベーナーや、パウル・メルカーも、流電シャイト地区での抵抗運動は、完全に粉砕されたと理解した。しかし、ナチに抵抗した、共産主義者や社会民主主義者だけでなく、 平和主義のエホバの承人の信者、特に、ビルヘルム・テルナーも、国家社会主義者によって、強制収容所に収容された。1810年頃からマイネルツハーゲンに住んでいた、ユダヤ人家族、例えば食婦業、家畜商、食肉加工販売業を営んでいたシュッテルン家、ローゼンタール家やフィッシュバッハ家に対する迫害は、地元のナチグループによって組織的に行われた。 水晶の夜事件の後、1938年11月10日に、マイネルツハーゲンのユダヤ教組織指導者ナターン、シュテルンの家に祀られていた細具や保持していた世俗の道具が公開の場で焼却された。シュテルン家や他の古くからのユダヤ系住民は、戦争の間に逮捕され、犠牲となった。1942年4月28日、 マイネルツハーゲンに残っていた最後のユダヤ人家族が国家社会主義の絶滅収容所に移送された。戦時経済の牽引者、ハンス・ヨアヒム・フックスは、駅近くに大規模な強制労働者収容施設を持つ、軍事上重要な夫をフックスベルクを営んでいたが、戦争末期にこの工場でマイネルツハーゲンの反ファシスト運動のグループが形成された。 国家社会主義からの解放直前に行われた、反ファシスト主義者、社会主義者、共産主義者を排除する戦争末期犯罪の過程で、このグループは密告された。1945年3月29日の、正木曜日に、この組織参加者のエルンスト・ホルベーク、ヤーコプ・ユングラス、フリードリ・ヒビルヘルム・ケスラー、フリッツ・ミュラー及び4人の名前がわからない、 ロシア人強制労働者が逮捕され、ゲシュタポに連行され、ロンベルクパルク処刑場及びビッターフェルト処刑場で殺害された。連合国軍の急速な侵攻により戦争は、ゆっくりと終結に向かっていったが、1945年3月18日、軍需製品を保護するために、マイネルツハーゲンとキールスペニ兵士が駐留した。キールスペ駅、ハーネベッケ、 フックス工場の引き込み線付近に、公社法人地が建設されたが、オットーフックスベルクへの爆撃や1945年3月19日の大通工場の破壊を防ぐことはできなかった。西からのアメリカ軍の侵攻によりさらに激しい、戦闘が市内で行われた。これにより、すべての兵がジンガーラントから、北のルールポケットに封じ込められた。1945年4月2日、 武装親衛隊の第501総攻敵団士団の戦車がマイネルツハーゲンに到着した。しかし激しい戦闘行為は行われなかった。アメリカ軍は1945年4月10日にバルベルト11日にマイネルツハーゲンに入り、町と強制労働者を国家社会主義者から解放した。1945年に 数多くの追放された人々や爆撃を逃れた人々をマイネルズハーゲンに受け入れたことで人口は飛躍的に増加した。1957年、先鋭化した冷戦の影響によりドイツで10カ所のバルーンアームとの一つがマイネルズハーゲンに設けられた。マイネルズハーゲンは1964年9月19日に改めて死を名乗る権利を得た。 1960年代初めから、ナウムブルクのランデスシューレップフォルタの元生徒たちにより、ドイツ連邦共和国でこの学校の伝統を引き継ぐ努力がなされた。この努力の結果、1968年に、福音主義、ランデスシューレツーアップフォルタが、寄宿制の学校として、マイネルツハーゲンに設立された。このランデスシューレは1990年代遅くまで、 人文主義の伝統を引き継ぎ、存在していた。ここでは、クナーベンデモクラティとも呼ばれる、約200人の寄宿学生の自治が重要な役割を果たしていた。この学校は、都市生活にも刺激を与えた。市町村再編に伴い、1969年1月1日に、マイネルズ・ハーゲンとバルベルとさらにリューラントの一部が、新たに創設された。 流電シャイト軍に属死として合併し、これによりアムトが廃止された。1975年1月1日マイネルツハーゲンはメルキシャー軍の一部となった。同じ日に隣接するドロルスハーゲンの一部と、その住住民約100人弱が本市に移管された。1989年に多くの外国からの家族が移住してきたため、人口はさらに増加した。 1974年、フックス金属工場が合資会社に変更され、従業員による経営参加が廃止されたことで、マイネルツハーゲンは全国的なニュースとなった。1999年、マイネルツハーゲンは町の建設825年祭を祝った。ドイツ工業連盟会長、ユルゲンツーマンの運送会社で、 マイネルズハーゲンとネットフェンに支社を持つデーンハルトが2006年に経営危機に陥った。良好な注文状況を考慮して従業員が自主運営の形で事業を引き継ごうという試みは従業員側の資金不足により挫折した。この流通業者は2008年に最終的に閉鎖された。それ以前の1985年に 従業員数450人のマイネルズ・ハーゲンの学部地会社メルシュンが解散した際にもこうした努力がなされたが連邦労働裁判所による民法典613の解釈により挫折したそれによれば会社に対する全ての要求は新たな組合方式の所有者に対しても有効であるとされるマイネルズ・ハーゲンの人口推移宗教統計2011年の 人口調査によれば2011年には人口の39.9%が福音主義教会信徒19.7%がローマイコールカトリック信者で40.4%が無信仰または他の宗教団体に所属していたこれ以後カトリック信者の数は減少している2019年12月31日現在2367人の マイネルツハーゲン住民の18%がカトリック信者である。キリスト教マイネルツハーゲンの福音主義、イエズスクリストス教会福音主義福音主義教会は、イエズスクリストス教会、ヨハネス教会、バルベルトの教会がある。これらの教会は、ベストファーレン福音主義教会に属している。カトリックマイネルツハーゲンのすべてのカトリック教会は、エッセンシュ教区に属す。 2006年9月23日に、それまでマイネルズ・ハーゲンにあったすべての教区が廃止され、翌24日に、新たな大きな教区が形成された。これ以後、マイネルズ・ハーゲンと、キールスペは一つの教区となっている。教区教会は1973年に新たに、建造され、エッセンシ教、フランツ・ヘングスバフ派により性別された、汚れなき性マリア教会である。 これには二つの町の教会が属している。1962年にヘルマン・ゲリヒによって設計されたウェルベルトのイ・クリストフォルス教会と1958年にゴットフリート・ベームによって設計されたキールスペの西洋・ゼフ教会である。市教会には1966年に建築家ハンス・シリングによって建設された聖マルティン教会。 および1866年にパーダーボルンの地教区建築マイスターのアルノルト・ギルデンプ・フェニヒによって建設されたマイネルツハーゲングロー・テビーゼのマグダラの聖マリア・礼拝堂がある。その他の教会の状態にある教会が1964年に建築家ハンス・シリングによって建設されリステル・タール・ゼーキのアゼニ、立つ聖ペーター・アムゼー教会と1954年に ゲルンダイ司教区によって建設され、司教代理、ヨーゼフ・ヘルヘによって建造された、レンザールの聖エンゲルベルト教会である。これら二つの教会は、エッセン市教区から、人材面でも資金面でも援助を受けていない。市町村合併前に、ドロルスハーゲンに属していた、小さな地域は、以前のままパーダーボルン、ヒロツカサ教区に属している。 その他の宗派マイネルツハーゲンのその他のキリスト教系、宗教組織としては、エヴァクリステン及び、いいね、バーベルク、マイネルツハーゲンの自由福音主義組織がある。ベルクハーゲンの自由福音主義組織は、2010年12月31日に、解散した。林伝通りには、エホバの証人の集会所がある。イスラム教1986年からジペナーベーク セルチュクモスクがあり、トルコイスラム教会により運営されている。ユダヤ教、追称の夜まで、マイネルツハーゲンには、ユダヤ教組織があり、市の中心部であるハウプト通りのヒンターホーフに小さなシナゴーグを有していた。後にこの建物は住居及びレコード店に改築されたが、2005年、または2006年に解体された。 マイネルツハーゲン市長者マイネルツハーゲンの市議会は38人の名誉職の市議会議員と専任人の市長で構成される。専任人の市長は弁護士のヤンネスセルラートである。彼は2014年の市長選挙で55.8%の支持票を獲得して市長に選出された。マイネルツハーゲンの紋章は黄色地にベルク公の象徴である赤い獅子。 その背後に青いアンドレアス十字が描かれている。十字は17世紀に断絶したバーディングハーゲン家のシンボルである。下半分は丸く白を象徴する赤から白の一末模様を背景にバルベルトのシンボルである黄色いホルンが描かれている。この紋章は1975年6月14日に認可された。マイネルツハーゲンとバルベルトが合併する前は それぞれ独自の紋章を有していた。マイネルズ・ハーゲイのかつての紋章は少なくとも1857年まで遡ることができる。1857年に完成した視聴者の入り口の上に紋章がすでに描かれているためである。その紋章は、基部が緑色で、向かって、左に、幼子イエスを抱いて玉座に座る聖母マリア、向かって、 右に三本の塔と赤い屋根を持つ建物、上部に太陽と二つの星が描かれていた。古いバルベルトの紋章には、丸く白の市松模様の帯が描かれ、その下に、ケルン戦帝公ベストファーレン公領の象徴である、ケルンの十字が描かれていた。これは、当時の長域が両両方の部分からなっていたためで、ある。上部には、漁師が描かれていたが、これは、 ヘルシャイトの鹿と同様に、クレイフェコーヨハン三世によってこの町に与えられた資料の特権を象徴している。この紋章は、オット・フップがデザインしたもので、1935年10月27日に認可された。アムト・マイネルズ・ハーゲンも独自の紋章を有していた。それは、歴史的にこの地域を統治した3つの両方の象徴を組み合わせたもので、下部に、 ケルン選定綱領の十字、その上にマルクハクの市松模様の帯、一番上にベルクハクの獅子であった。マイネルズハーゲンは以下の都市と姉妹都市関係にある私立ホールは毎年新たに先行した演劇やミュージカルのプログラムを上演している。バーリングハーゲン城内市街で最も目を引く建物が高キロマネスク様式のバシリカ、イエズスクリストス教会である。 内市街のやや外れにバーディングハーゲン町が立っている。これは指摘用途に用いられている水場で立ち入ることはできない。地域の北部はエッペ山地自然公園の一部である。この自然公園の領域の大部分は自然公園が創設された1964年にフーチェ保護地区にも指定された。マイネルズハーゲンはウィンタースポーツの中心地である。 ウォータースポーツは、フンスビンケル近郊のリステルタール席周辺で行われている。エッペ山地の森や、関戸メコ周辺には、数多くの遊歩道が整備されている。ホテルやペンションの他にユースホステルもある。マイネルツハーゲンは、広域遊歩道ザウアーラント平円フルークに、接続している。マイネルツハーゲンイコールシャンツェスポーツ施設1960年代に、 スケートリンクの建設計画があったが、実際に建設はされなかった。小さなバイクパークが2011年初め主に、若者たちとマイネルツハーゲン市との共同事業として建設された。スポーツクラブマイネルツハーゲン市民が最も重要な文化行事と考えているのが2年に一度開催される射撃祭で、これはメルキシャー軍祭大級の射撃祭の一つである。そのモットーである、 青い上着を着ろは、この周辺地域で伝統的に着用される青いのを作業服を指している。2007年に射撃協会は、マイネルズハーゲンにおける425年の射撃の伝統の歴史を解雇した。オットーフックス本社本市最大の雇用主は、金属加工業者のオットーフックス KG である。この会社は、ドイツの売上,上位企業500社に数えられる。 その他の地元の企業には、以下がある。道路、マイネルツハーゲンは、アウトバーン A45 号線、トルトムントハーゲン G ーゲンベッツラーハーナウ、アシャフフェンブルクが市内を通っており、マイネルツハーゲンインターチェンジを有している。さらに、連邦道 B54 号線が地域を貫いている。バスマイネルツハーゲンは3つの交通連盟が重なる、町である。マイネルツハーゲン駅鉄道、 マイネルツハーゲン駅では、ケルン及び、リューデンシャイト方面の旅客列車が運行しており、ドルトムント方面行きの列車に接続する。フォルメアッカー鉄道、ハーゲンからディーリングハウゼンまでを結ぶ単線の鉄道路線、フォルマタール鉄道は、マイネルツハーゲンブリュッケ間の旅客運行を1986年に停止した。駅舎は1983年に営業を停止し、 1987年に解体された。マイネルツハーゲンが鉄道交通から切り離されたことは、ブラディミール・カミナーにより、我がドイツジャングルブックで取り上げられ、風刺的に扱われた。それ以前、マイネルツハーゲン駅には以下の列車が発着していた。フォルメアッカー鉄道は2003年にケるまでの運行が再開された。このプロジェクトは2005年に完了した。 ノルトベストファーレン州の新しい修正策により実行された。2006年にこの路線の新たな査定が行われ、良好な結果に終わった。その後、区間の半分が新たな線路に置き換えられ、信号が設けられ、踏切が建設された。2014年2月、マイネルツハーゲンからケルン中央駅を経由して、ケルンハンザリング駅行きの列車が公式に開通した。 2017年12月から別方向のブリュッケ駅を経由して、リューデンシャイト駅に向かう列車も運行を開始した。拡充されたブリュッケ駅を介して、ハーゲンやドルトムント方面へのフォルメタール鉄道に接続している。この鉄道路線は3つの交通連盟の管轄地域に位置している。ケルン・マイネルズ・ハーゲン管はラインジーク交通連盟、マイネルズ・ハーゲン・ルンメノール管は ルールリッペ交通共同体、ルンメノールハーゲン間は、ラインルール交通連盟に属す。2030年からは、トリアーからリューデンシャイトへ向かうレギオナルエクスプレスが、マイネルツハーゲンに停車する予定である。リステルタール鉄道マイネルツハーゲンで分岐して、リステルタールのクルンメネルルへ向かう路線も、旅客運行を行っていた。この路線には、マイネルツハーゲン駅、シェルル駅、 バルベルト駅、クルンメネルル駅があった。この路線はもともとオルペを経由して、クロイツタールまで延長される予定であった。しかしこれは完成せず、早くも1955年に旅客運行が停止された。このため地元ではこの路線を未完成と呼んだ。現在この路線は貨物輸送に利用されている。マイネルズハーゲン飛行場航空士の西部。 オーバーベルギッシャー軍との境界にマイネルツハーゲン飛行場がある。かつてバッテンフェルト社の企業飛行場だったこの施設は、1170メートルのアスファルト滑走路を持ち、重量5.7トンまでの飛行機が離着陸可能な特別飛行場である。地元の日刊紙がマイネルツハーゲナータイトングである。ノルトベストファー練習のローカルラジオ放送は、 ラジオ MK で聞くことができる。この放送局は、州のメディア官長からナンバー66送信書、周波数88.3メガヘルツが割り当てられている。管轄している ARD 放送局は G 元に、地域スタジオを有する WDR である。放送は、ノルトヘレの放送塔から送信されている。マイネルツハーゲンの私立公園マイネルツハーゲン、所は、 マイネルツハーゲンとキールスペを管轄している。マイネルツハーゲンはミニゴルフ場を備えた屋外温水プール、私立図書館、私立公園を有している。かつての基礎家庭学校、ノルトシューレには現在音楽学校と青年センターが入居している。マイネルツハーゲンには病院がない。最寄りの病院は流電車糸、群馬アスバッハ、アッテンドルンにある。 マイネルツハーゲン・ギムナジウム・マイネルツハーゲンには、基礎家庭学校が3校、全クンダーシューレ、マイネルツハーゲン福音主義,義・ギムナジウム、学習、言語、社会、情動発達に重点を置いた、養護学校が存在する。マイネルツハーゲンには、1968年5月から1990年代末まで、寄宿制ギムナジウムの福音主義、ランデスシューレツンアップ・フォルテが存在した。 この学校は DDR 時代にその伝統を断ち切られ、社会主義の上級学校になってしまった、ナウムブルクのランデスシューレップフォルタを引き継ぐ学校として設立された。その校舎は転用について合意ができなかったため、2005年に取り壊された。ありがとうございます。